山本ー五郎ウ。1。布施半三郎は、その淵を見つけるのに20日余りかかった。加納川には、釣り場が多い、雇い仲間の段ビラは、38箇所あると言った。半三郎は、一通り見て回ったが、自分の求めている条件に合うのは、その淵だけであった。そこは、70尺ばかりの断崖の下にある。岩澄焼の根を伝って下りるほかに道はない。対岸も同じような段階で、淵は、 ちょうど末すぼまりの袋のようになっている。川は、右から曲がってきて、縁に入り、そのよどみを抜けると、左へ曲がって、川下へ下っている。したがって、その縁は、全く他から隔絶しているし、人の来る心配もないと言ってよかった。半三郎は、満足そうにうなずいた。彼は、断崖の下の平たい岩の上に立って、流れやよどみの具合を見たり、両岸の様子を眺め合ったりした。申し分なしだ彼は言った。 まるでおあつらえ向きだ翌日、半三郎は、支度をして出かけた。釣り道具は江戸から持ってきてあった。袋へ入れた竿と餌箱ビクはなかった。彼の釣りにはビクはいらないのである。雇い仲間のダンビラは、旦那が忘れたのだろうと思った。もし旦那とダンビラは言った。ビクをお持ちなさらねえのですか。半三郎は、うんと言っただけで、振り向きもせずに出て行った。おかしな旦那だダンビラはつぶやいた。 ほぐせねえ人だ、どういうつもりだかさまあい,い、おらの知ったこんじゃねえ。ダンビラは頭の後ろをかき、手花をかんで、滝に終を割るために裏へ回っていった。城下町からその淵まで、約一里二十丁ばかりあった。はじめの一里は、ほとんど田んぼの中の平らな道で、あとは坂道になり、終わりの後、六丁は、特に急勾配の上りだった。梅雨の明けた後で、日は暑く、平らな道はほこり立っていたし。 坂ににかかると汗だらけになった。そしてまた、竿と餌箱があるので、断崖を下りるのにも骨が折れた。こんな風に騒がれるとくすぐったいだろうな。たぶん。断崖の途中で休みながら彼はつぶやいた。くすぐったいかもしれないがね、おいと、半三郎は断崖に向かっていった。どうか俺を振り落とさないように頼むよ。下へ下りると川風があった。彼は、初めて手ぬぐいを出して、ほこりと汗を拭き、平らなまな板んの。 日陰になったところへ腰を下ろしてすっかり汗のひくのを待ったそれから竿の支度をし岩の端へゆっくり腰を据えたとき彼は岩を手でたたきながら言った頼むぜ兄弟。そのとき魚が跳ねた淵から三段ばかり上にたナセがあり水が白く泡立って落ちている魚はそのたナセで跳ねたらしい半三郎が目をやるとまた一尾、かなり大きな魚が跳ねて 田瀬の向こうへ姿を消した。早かな、と彼は言った。川ワマかもしれない。うん、いるんだな。半三郎の見込みに狂いはなかった。半時ばかりの間に彼は、二尾の大きな早と、ヤマメを三尾あげた。彼は、釣り上げた魚を、すぐ水に放してしまう。魚を片手でそっと握り、釣り鍵を外し、ちょっと、その魚の顔を眺めてから、川の中へ投げ返すのであった。午後四時頃までに、 半三郎は、三十二びつって話し、満足して家へ帰った。仲間のダンビラは、旦那が手ぶらで帰ったので、同情した。あの川にはいるんですがな、とダンビラは言った。きっと場所が行けなかったんですな。半三郎は、何も言わなかった。翌日も出かけて行った。マナイタガンへ腰を下ろすとき、彼はまた、その岩をそっとたたいた。口では何も言わなかったが、いかにも親しげな、よう、兄弟とでもいう風なたたき方であった。 その日は、馬までに十八尾釣れた。はや、ヤマメ、それにアもあった。釣り鍵を口から外すとき、魚たちは、彼の手の中で生き生きと暴れ、渓谷の水の冷たさと、強い水苔の匂いを振りまいた。なんだ、おい、またか、半三郎は、一尾のはやを握っていった。お前さっき話してやったばかりじゃないか。バカだね、今、釣られたばかりでまた釣られるなんて、間抜けなやつがあるかい。おい、しっかりしてくれ。彼は、 そのはやった。その早は水の中でひらっと腹を返し見えなくなって次にまた銀色の腹をひらめかせてそして素早くそこの方へ消えたすると人間の白い裸体が上の方から流れてきた仰向けにのびのびと水面へ伸び流れに乗ってゆっくりと浮いてきたのである半三郎はぎょっとした初めは何であるかわからず歴史からだかと思い手足で水をかいているので 生きたた人間だと分かったそうして、それが目の前へ来たとき、若い女だということを発見した。マナイタガンは、高さ6尺ほどあるから、それが目の前へ来たときには、全体をすっかり眺めることができた。小さな肩、胸の膨らんだ丸みと、薄いカバ色の乳雲豊かな腹部のえぐったようなくぼみと、それに続くリウマリの上のわずかな幅狭い墨色、広くなった腰から重たげな太ももへ、そうして、すんなりと、細くしなやかに伸びている足。 両手は左右に広げていた。肌はまぶしいほど白く、水が冷たいためだろう、全体が薄桃色に明るんでいた。半三郎がそれらを見たのは、ほとんど一瞬のことであった。ほんの一別というくらいのものであるが、その印象の強烈さは、類の少ないものであった。半三郎は、ぎょっとし、そして、両方の目をつむった。目をつむった上に、両手で、そのつむった目を押さえた。すると、持っていた釣りが落ち。 岩でで跳ねて川の中へ落ち込んでしまった彼は気がつかなかった、ややしばらくそうしていて、やがて恐る恐る目を開けてみた。それから身をかがめて、縁の上下を眺め合った。そこには、もう何もいなかった、青澄んだ重たげな水が、表面にしわをたたみながら、ゆっくりと流れているばかりだった。幻か半三郎はつぶやいた、目がどうかしたのか、いや、確かに、こんなに、心臓がドキドキしている、兄弟。 彼は、岩の面をたたいた、今のは何だ、縁の重でも化けたのかい、頼むぜ、あんまりびっくりさせないでくれ。彼は、しばらくの間、呆然と、木でも喪失したように、岩の上から、じっと水面を見守っていた。竿を流してしまったから、その日は早く帰った。ダンビラは、旦那が今日も手ぶらで、おまけに、竿も持たずに帰ったので、首を振った。2、旦那が井戸端へ行くのを見送りながら、 ダンビラはまた首を振り、頭の後ろをかいた。何をしに行く高さ、とダンビラはつぶやいた。魚は、一尾もつらねえ、おまけに竿までなくしてくるなんてさ、あんな立派な竿をよ、え。夕飯の時ダンビラは、客があったのを思い出した。彼は、給仕をしながら旦那に言った。馬めえに、柏原様がおめえになりました。すると、半三郎は目をつむった。半三郎は、 手に持った茶碗の飯を見ていた、箸を添えてまさに食べようとしながら、炊きたての香ばしい匂いのする麦飯を見つめていたが、ダンビラにそう言われた途端、彼は、ぎゅっと目をつむったのである。それも、あまり強くつむったので、まぶたや眉間に深いしわが寄ったくらいであった。どうかなせいましたか。驚いてダンビラが聞いた。うん、半三郎が言った。なんでもない。柏原様がおいでなせいましたダンビラが言った。えらくお気に入らねえ安兵衛で。 どういうつもりだって、来たる早々から毎日出てばかりいて何のつもりだって、旦那は、ご謹慎の都合で、この奥にもとへお詰めさされささったちゅう。そんなことはない半三郎がつぶやいた。目がどうかしたんだ。あるはずがない。ダンビラは、口を開いて、旦那の顔を見た。へえ、hey、と、ダンビラが言った。するとご謹慎じゃねえのですか。少し黙れと、半三郎が言った。ダンビラは、hey、へえと言った。へえ、黙るべえ。 と彼は思った。オらの知ったことじゃねえ、お咎めを受けるのは旦那だ、オらそういうだけは言っただから、と、心の中でつぶやいた。おかしな旦那だ、ほぐせねえ人だ。伏施半三郎は、約一と月前に江戸から移ってきた。すぐに段ビらが雇われ、ずっと世話をしているのだが、勤めにも出ないし、道家中の付き合いもない。こっちから誰かを訪ねるとか、向かうから誰か訪ねてくるなどということが絶えてない。また ずばぬけたむ口で、で、乱尾らが話しかけても、ろくすっと返事をしないし、用事の他に話しかけることもない。しかも、奇妙なことには、家の柱だとか壁だとか、庭の木だの石だのにはよく物を言う。犬や猫や小鳥などにも、機嫌よく話しかけるのであった。彼は、謹慎の意味で国詰めになったのだ。馬前に来た柏原図書はそう言った。図書という人は、五百国ばかりの国も取る役で、 半三郎とは登園にあたるという。話によると、布施は江戸邸の次席家老、半三郎はその一人息子だそうであるが、剣術と充術が並外れて強く、おまけに感借持ちで、いつも喧嘩ばかりして始末に酔えない。前後5度ばかりも、叱り敷かれたり、謹慎を命ぜられたりした。半三郎は、そういういざこざを避けるために、庭木いじりや魚釣りを始めた。木や石や魚は、俺に腹を立てさせない。 彼はそういうのであった。もう二十八にもなるが、縁談がいくらあっても突っぱねるし、役に就かせようとしても承知しない。私のことは放っといてくださいと言うので、三年間の国詰めを命ぜられた。謹慎の身が見えたら、江戸へ帰らせてやる、というのがそうである。食事が済むと、半三郎は段ラを見た。何か言ったか。柏原様がおめえになりました段ラが言った、今日の馬名に、柏原図書様がおめえになって、えらく。 平不機嫌の安兵衛で、一体どんなつもりだかって。分かったと半三郎が言った。それは、もう聞いた、同じことを二度言うな。ダンビラは、平と言って黙った。二日続けて雨が降った。三日目に、半三郎は釣りに出かけた。江戸から持ってきた竿は三本ある。流したのが安物であるが、中で、最も調子のいい竿であった。彼は、残りの中から、一本を、千味、すっかりと入れをして、 出かけたそのと、ダンビラが言った、もしも、柏原様がおめえになったら、どんな安兵に行ったらいいですか。釣りに行ったと言え、そのダンビラが言った、オラがコーゲールに。釣りに行ったと言え、そしてハンザブローは出て行った。淵へ降りた彼は、まな板岩の上に釣りが置いてあるので驚いた。四日前に流した竿である、あの時流した自分の竿だということは、一目で分かった。ハンザブローは、 怯えたたような目つきで慌てて周囲を見回したそこはいつもの通りだった。どこにも人は見えなかったし、どこかに隠れている様子もなかった。幻でも、目がどうかしたのでもないと半三郎はつぶやいた。あれは事実だった。あの、女は本当にいたんだ。あの裸の女は実在のものだった。それで、彼の流した竿を拾って、ここへ置いたのに違いない。半三郎はそう思った。すると、 心臓があの時のようにドキドキとなり出し、顔が赤くなった。半三郎は自分をごまかすように、さりげなく釣りの支度をし、いつもの場所に腰を下ろした。腰を下ろすと、すぐに岩を叩いていった。頼むぜ、兄弟彼は、ましそうな目をした、あんまり脅かさないでくれ。雨上がりで、水はまだ濁っていた。馬前は、濁りがあって、成績は良くなかった。 午後になって、濁りが薄くなると連れ出し、一刻ばかりのうちに、十尾ほど上げた。むろん、鶴そばから離してやるのだが、十何度目かにヤマメを離したとき、岩の下から呼びかける声がした。なぜ魚を逃がすんですか半三郎は、うっと言った。そして、同時に目をつむった。ねえとまた、その声が言った。せっかく釣ったのになぜ逃がしてしまうんですかさおう、ありがとうと、半三郎が言った。なんておっしゃったの。 をどうもありがとう。どうどいたしまして、その声は含み笑いをし、それから言った、私が悪かったんですもの、ずいぶんびっくりなすったようね、また含み笑いが聞こえた、私もびっくりしましたわ、この淵は、決して、人の来ないところで、それで安心して泳ぎに来ていたんです。そうしたら釣りが落ちてきて、目を開いたら、あなたがそこにいらっしゃるでしょ、声が途切れて、それからまた言った、何かおっしゃって。いやと、半三郎が言った、今日はいつの間に、 そこへ前から来ていたのかええー、さっきから、と、その声が言った。向こうから潜ってきて見ていました。ちょうど、あなたが鼻をこすっていたとき。半三郎は、つい鼻をこすった。ねえ、と、その声が言った。一緒に泳いでいただきたいんだけれど、いかが半三郎は、答えられなかった。三。ねえ、その声は、次第に乱暴になった。あなた、泳ぎを知らないんでしょう。知っているさ。じゃあ、いらっしゃい、その声が言った。 今日は大丈夫よほら水の音がして、岩陰からすいと、女が向こうへ泳ぎ出た。腰に巻いている赤い蓋のが、真っ白な太ももに絡まっていた。半三郎は目をすぼめた。腰は隠れているが、あらわな胸の膨らみがひどく眩しい。女は手を上げて叫んだ。いらっしゃいよ。早く女は言った。そのくらいの勇気はあるでしょう。あなた。半三郎は立って、帯を解いた。わあ、嬉しい女が叫んだ。 早くよ、早く。半三郎は下帯だけになり、岩の上から勇ましく飛び込んだ。女は泳いできて、半三郎が浮き上がると、頭を押さえて沈めた。半三郎は水を飲んだ。女は絡まってきて、浮き上がろうとする彼を押さえつけた。半三郎は、息が詰まり、女を振り離して、脇へ逃げた。ようやく浮き上がると、女は、水をたたいて笑った。ああ、面白いと、女が言った。いじめてやった。 弱いのね、あなた。いつもそうとは限らない。私を沈められて、女は笑った。沈めてごらんなさいよ。沈められないでしょう。半三郎は泳いで行った。女は潜った。半三郎も潜って、水の中で目を開いた。明るい暖色の青が広がり、つい、鼻先を、一尾の魚が走り去った。半三郎は、脇へそれて浮き上がった。女は見えなかった。半三郎はまた潜った。 それから用心してて浮き上がって女のの浮いてくるのを待った女は浮いてこなかった。溺れたのでないことは確かである。どこかへ隠れているのだろう。半三郎は待った。しかし、女はいつまでも出てこなかった。おい半三郎はどなった。出てこないか。彼は岩の上へ上がった。四時頃まで釣りながら待ったが、女はついに姿を見せなかった。その夜、半三郎は、 奇妙な落ち着かない感情に悩まされて、よく眠ることができなかった。目の前に、あの女の素はの姿が浮かび、むの肌には、濡れた滑らかな女のし、体の食感がよみがえってくる。水の中で絡みついた女の、柔軟でピチピチした肌の記憶があまりに生々しいので、幾度も一人で赤くなったくらいであった。どういうつもりだろう、半三郎はつぶやいた。ただからかっただけなのか、それとも恥ずかしくなって逃げたのか、彼は枕の上で頭を振った。 とにかく尊強な女があったもんだ、一体何者だろう。翌日、彼は一刻ばかりも寝過ごした。ダンビラは、食事の支度をして待ったが、旦那が起きないので、旦那の起きるまで、裏で米をついていた。寝過ごしたにもかかわらず、起きて井戸端へ出てきた旦那は、まだ寝足りないような、不機嫌な顔をしていた。お釣り竿がめっかったような安ベーですが、と、ダンビラが言った。時計が流れついてたです、かえ。旦那は、うんと言っただけであった。 遅い朝食の後で釣りに行ったものかどうかと半三郎はちょっと迷った心のどこかにまたあの女に会いたいという期待があったからである彼が迷っているとダンビラが来ていった旦那お餌のお支度ができました半三郎は元気よく立ち上がっただがその日女は来なかった暮えがいつもよりずっと遅く帰ってきた半三郎はいつもよりさらに不機嫌で酒も倍くらい飲んだ 彼の酒は食事と一緒に飲み始め、終わってから半時ばかり飲むのが常であった。それでも量は3号ほどであるが、その夜はほとんど定量の倍近く飲み、しきりに、ダンビラには訳のわからない独り言を言った。バカ者と彼は、不意に怒鳴った、だらしがないぞ。ダンビラは目を向いた。わしでごぜえますか、とダンビラは言った。半三郎は、ダンビラを見て、夢から覚めたような目つきをし、 黙っって立ち上がったその翌日半三郎は家にこもっていたしかし次の朝には段ラに餌掘りを命じひどくそわそわと出かけていった淵へ降りて行くと女が待っていた女は断崖の下の日陰になったところにいたやはりヒーローの蓋のお腰に巻いただけの裸で今川から上がったところと見え肌も濡れているし足元の岩にも水が溜まっていた 断崖を降りるまで気がつかなかった半三郎は、女を認めると、さっと赤くなった。すると女も赤くなり、裸の胸を両手で隠すようにした。半三郎は目をそらした。もう泳いだのか、と半三郎が言った。まだ水が冷たいじゃないか。どうして昨日いらっしゃらなかったの。女の声は震えていた。激しい感情を抑えるために震えるようであり、怒りのために震えるようでもあった。半三郎は振り向いてみた。すると、 女は突然しがみついた。両手で力いっぱいしがみつき、危うく抱き止めた男の腕の中で、ガタガタと震えた。きつくと女が言った、もっときつく抱いて、潰れるほどよ。半三郎はそうした。濡れている肌の下に、火のような体厚しが感じられた。そんなに強く抱きしめても、女のむの震えは止まらなかった。まるで怒りの発作のような、異常に激しい震え方であった。そうして、やがて、 その震えが止まったと思うと、思う女のろから不意に力が抜け、全身が柔らかく、溶けてしまいそうになった。俺は、漁師じゃない半三郎がしゃがれた声で言った。俺は、釣りを楽しむだけだ。漁師じゃないから、魚はいらないんだ。何かおっしゃって。いや、なんでもない半三郎は言った。なんでもないよ。女は、うっとりとため息をついた。半三郎の胸にもたれ、彼の腕に、すっかり身を預けて、そのままで。 うっっととりいといた会いたかった会かわ半三郎は強く眉をしかめた。名を聞いていいかと彼は言った。いや女は首を振った。あなたがおつけになって、あなたの好きな名で呼んでちょうだい。それがあたしの名よ。お前の小さい時からの名が知りたいんだ。いや、笑うから。言ってごらん。ただこと女が言った。ただこと半三郎が言った。女が泣き出した。 半三郎は、女を抱いたまま、左右に言った。そして、もう一度囁いた。ただ子。四、二人は毎日のように会った。雨の降らない限り、一日として会わないことはない。女はいつも、川上の方から、田瀬を滑って、淵へ来た。そうして、淵を、下の方へ下って去るのである。淵から、下の方に、誰かが着物を持って待っているらしい。名はさだ。 ただ子というのは、幼い頃、自分でなって呼んだものだという。歳は20歳くらいだろう。言葉つきや動作で、わざと乱暴にしているが、武家育ちだということはわかる。しかし、その他のことは、何を聞いても答えなかった。私を、ただこのままにしておいてちょうだいと、彼女はいつも言った。あなたは、はじめに、私の生まれてきたままの、どこも隠さない、ありのままの姿をご覧になったわ。今だって裸のままでしょ。これがただ子よ 俺はすっかり知りたいんだ。これがあなたのただ子よと彼女は言うのであった、着物を着てお作りをしたあたしは、もうただ子ではないし、あなたとは縁のない女だわ、ねえ、あたしを、ただこのままにしておいてちょうだい。どうしてもダメなのか。お願いよ、そんなお顔をなさらないで、あたしを困らせないでちょうだい。6月が過ぎ7月になった。この間に、柏原図書がしばしば来て、その度に、ダンビラが油を絞られた。たとえ、 雇い仲間でも、家来は、家来である、主人がそんなに太り締まりなのに黙って見ているやつがあるか、そこをの収まるように、意見の一つもしてみたらどうだ。などと言われるのである。しかし、ダンビラにはどうしようもない、何を言っても、旦那は点で受け付けないし、ちょっと純く言えば、黙れとどなられる。その上、旦那は、悪女が酔いをするわけではなく、下手くそな、一っも魚というものを持って帰ったためしがない釣りに凝っているだけなので、ダンビラは、 かえって、旦那の方に同情するようになった。それでは、柏原様の旦那に伺うだが、と、ダンビラはついに言った。言ってうちの旦那の素行がどう悪いですかえ、爆液をぶつとか飲んだくれとか、新町へ入り浸るとか言うなら別だが、ただ平魚釣りに凝ってるだけじゃねえですか。それも一尾のダボハゼ生釣ってきたためしがねえだで、ち生うことにもなりゃしねえだ。おら、にゃあ、意見なんてぶちようがねえですがよ。柏原図書は、顔をしかめ、 ダンビラのをを憐れむように手を振ったしかし、それ以来、柏原の旦那の足は次第に遠のくようであった。7月になると、ただ、この様子が変わりだした。彼女は、胸を隠すようになった、白い晒しの面の半襦袢を着、そうして、腰の蓋のも黄色でなく、やはり、白の晒しの面に変えた。気分にもムラが出てきて、一緒に泳ぎながら、馬鹿げてはしゃぐかと思うと、急に黙り込んで、彼をしみじみと眺めたり。 たたため息をついたりするのであった彼女のこういう変化に、半三郎はほとんど気がつかなかった。あるとき、ふとそれに気づいたが、いつから地盤をき始めたか、いつから蓋のおさらし木綿に変えたか、はっきりした記憶はなかった。どうして気がつかなかったろう。彼、はただ子に聞こうとして、口まででかかったのをやめた。何を聞く必要があるんだ。と、彼は自分に言った。ただ、子は、はじめす裸で。 彼の前に現れた次に腰を二ので隠し、それから胸を隠すようになった。この事実だけで十分じゃないか。そうだ、十分だ。と彼は思った。一度一緒に食事をしよう。7月の中旬になったとき、半三郎が言った。無理なことをおっしゃらないで。どうしてと、半三郎は言った。食事をするくらいのことが、なぜ無理なんだ。あなたとはここで会うだけよ。もう。 こんなに秋風が立ってきた半三郎が言った、泳ぐのも、もうわずかな間だ、泳げなくなっても会いに来るか。その時のことはその時よ、そのつもりなら、9月だって10月だって泳げるわ。一緒に食事をしようと半三郎は言った、俺は知らないから、場所はそっちで選んでくれ、できるだけ早くだ。どうしても、どうしてもだ。その時二人は、まな板岩の上に並んで座っていた。ただ、子は、 自分の裸の膝や目を落とし、小麦色に書をけた、滑らかな膝頭を撫でながら、思い余ったように体側をついた。この方は、もう後へは引かないだろう。彼女はそう思った。半三郎の口ぶりは静かであるが、これまでとは違った調子があった。そうして、彼女自身の中にはもっと強く、その要求を拒めない感情が育っていた。もしかしてとただ子は言った、そのために、こうして会うことができなくなるとしても。 それでもあなたは構わなくって。それはどういう意味だわからないわ。そんな心配があるのか。わからないただ子は首を振った。そんな心配はないと思うけれど、でもわからない。ああ、あたし、もうなんにもわからないわ。彼女は、両手で顔を押さえた。半三郎は、彼女の肩へ手を回し、両の腕で乱暴に抱き寄せた。ただ、このムクロは、彼の腕の中で柔らかく、綿の実のように軽かった。 ただ子は震えながら、半三郎の胸にもたれていった。ねえ、もう少し待ってくださらない、もう少し、秋になるまで。同じことだ。もう少し待ってくだされば、すっかり言いようにしてお会いしますわ。何を、と、半三郎は、ただ、この顔を見た、何を言いようにするんだ、言ってごらんた、だこ、俺たちの邪魔をしているのは、どんなことだ。ただ、子は、彼の胸へ顔を隠した。言えないのか 俺にも言えないようなことなのかと半三郎が言った。よし、それならなおさらだ。俺は、ただ子一人が苦労するのを黙って見ているほどおとなしい人間じゃないぜ。わかってるわ、あなたには、怖いところがあるわ。俺は、待つだけ待った。初めて会ってから、丸一と月以上も経つのに、俺は、ただ、このことを、まだ何も知らない。もうたくさんだと半三郎は言った。こんな状態は、もうたくさんだ。ただ子、一緒に食事をするか。ええ。 そうしましょう。今ここで決めてくれ、どこがいい。ただ、子は、顔を上げて彼を見た。5、その翌日の馬、二人は、源の森の八谷という料理茶屋であった。そこは、城下町の西にあたり、北の神社の境内に続いている。後ろを、深い杉の森に囲まれ、千の池と呼ばれる池を前にして、掛茶屋や料亭が並んでいるが、八谷は、その中で、最も構えが大きく。 桟橋に屋根船などもつないであったただ、子は、先に来て待っていた。それは、別当になったスきヤ風の離れで、二方にスイカズラの絡まった四つ目がきが回してあった。ただ、子は、すっきりと痩せて見えた。藍色のぼかしに、勝負の模様の片びらを置き、白地に、やはり勝負を染めた帯を締めていた。化粧はしていないが、日に、小肩顔がいつもより小さく、爽やかに引き締まった感じで、帯を締めたためか。 腰も細く、背丈が、すっきりと高く見えた。そんなにご覧にならないで、とただ子は、目の周りを赤くした、こんな格好似合わないでしょう。綺麗だと、半三郎が言った、綺麗だよ。もう、ご覧にならないで。見やしないよ、半三郎は、ぬれンの方へ出てみた、船が出せるんだな。ただ子も出て行って、彼と並んだ。よければ、船で網を打って、取った魚を船の中で食べることもできますわ。 池の魚をか。かの川から水を引いてあるんです。ただ子が言った。だから、川の魚がいろいろ取れるんです。昔から知ってるんだな。小さい自分父や母たちとよく来ましたわ。ただこの自分か。ええ、ただこの自分。半三郎は、片手を、そっと、彼女の肩へかけた。ただ、子は、頭をかしげて、肩の上の彼の手へ、頬を寄せた。彼女の頬は熱く。 冷たい髪の毛には紅油がによっていた。食事はうまかった。アのさくみと塩焼き、ごぼうと新芽のごまあえ、わんま、山蜜みつとふな、いとりに、いちょうの鉢と、田楽、ひたしといった献立だ,だった。今日は食事をするだけ、という約束で、他のことには話は触れなかった。そのくせ、ただ、子は、彼の小さい自分のことを聞きたがり、いくら話しても、飽きずに後をせがんだ。 呆れた方ねえとただ子は笑った、あなたの話は、喧嘩と叱られたことばかりじゃありませんか。釣りをしていれば無事なんだ。それはそうよ、しかし、彼女は、ふと目を伏せた。でも、こんなことになってみると、その釣りさえも無事ではなかったわけだわ。大量だという意味か。彼女は、曖昧に首を振った。目を伏せたまま首を振るその動作は、いかにも弱々しく、困惑しているように見えた。だが、ただ、子は、 すぐに顔を上げ、彼を見て、目で笑いながら言った。だって、あなたは、せっかく釣った魚を、いつも逃がしておしまいになるじゃありませんか。どう言おう半三郎は、笑おうとした、困ったな、俺は、こんなときうまくやり返すことができないんだ。ただ、子は、乾いた声で笑った。自分で言った言葉に、自分で不吉を感じたらしい、乾いたような声で笑いながら急いで言った。それで、手の方が先になるのね。 手が届きさえすればねその時池の方で激しい水音がした見るとすぐ向こうの水面で一羽のうが暴れていた長い首を振りながら翼でバタバタ水をたたいている傷でも負って苦しんでいるように見えたがよく見ると大きな魚をくわえていたその魚が大きすぎてくちばしに余るのを無理やりに飲み込もうとして暴れているのであったしかしもはや大きすぎたのだろう 魚はついに逃げてしまい、ウは、口惜しそうにそれを見送った。それがいかにも口惜しそうで、キュッと舌打ちをするのが聞こえるようだったので、二人は思わず笑いました。すると、ウは、その笑い声に驚いたように飛び立ち、水面を低くかすめながら、源の森の方へと飛び去っていった。嫌だわ、ただ子が笑いながら言った、あのウはよっぽど心配なのね。そうらしいな。家へ帰ってなんて言うかしら黙ってるだろうね。 そうねとただ子が言った。黙って、当分しょんぼりしているわね、きっと。二人は笑いやんだ。佐藤氏のあんずで茶を飲んでから、二人は別れた。今度、はた、だこが先に帰り、半三郎が後に残った。別れるとき、ただ、子は、そっと彼に抱かれた。ではまた明日、ただ子は囁いた。あの淵でね。あの淵で、と半三郎が言った。ただ子が去ると、彼は、急に暑さを感じた。 まるでただこが涼しさを持っていったように、むしむしと熱くなり、汗がにじんできた。彼は、わち屋と、印のあるうちわを取り、寝転んで池を眺めた。すると、ぬれ縁の向こうへ、若侍が一人来て立った。木戸の方から来て、そこに立ってこっちを見た。二十三、四歳の、青白く痩せた、ひ弱そうな若者であった。なんだ半三郎が言った、何か用か。 若者の顔が醜く歪んだ。いやと、若者は、首を振った、なんでもありません、失礼しました、誰もいないと思ったものだから、どうも。そして、若者は木戸の方へ去った。若者は、四つ目垣の木戸を抜けると、母屋へは行かずに、そのまま塀に沿って裏へ回り、くぐり戸を開けて外へ出た。どうしよう、彼は盾を打った。どうしよう。ムが震え、額から汗が流れていた。彼は、 右手に扇子を持ちながら、それで火を避けようともせず、流れる汗にも気がつかない様子で、照りつける火の中を、そわそわと北の神社の方へ行き、森を出て、鳥居前から籠に乗った。籠屋は彼を知っていると見え、丁寧すぎるくらいに挨拶をした。滝山へやってくれと、彼は言った。へえと、籠屋は言った。滝山のお別荘でございますね。かしこまりました。六半三郎の、いつも行く山道を。 淵へ降りずに市聴ばかり行くと、滝山という部落がある。その真ん中どころの、竹垣を回した別所作りの屋敷の門前で、若者は籠を降りた。それは藤江蔵之助の控え家であった。藤江は藩の筆頭家老であり、若者は、その長男で小五郎と言った。門を入った彼は、すぐ、左の塩里戸を開け、若木の松林を抜けて、直に、小屋の縁側の方へ行った。その時、縁側の向かうから、 若い次女がビンタライを持ってきかかり、小五郎を見つけて、びっくりしたように会釈し,した。帰っているか、彼は言った、奥だな。小五郎は縁側へ上がった。はい、あのと、次女は慌てた、今お知らせ申しますから。自分で行く、お前は来るな。それでも、あの、来るな、と彼は怒鳴った、来ると承知しないぞ。次女は、ビンタライを持ったまま、立ちすくんだ。小五郎は、足音荒く廊下を行き、 刀を取って持ちながら、右手の障子の開いている座敷へ入ると、その隣の部屋、やはり襖が開いていたへ踏み込んだ。そこには貞がいた。汗を拭こうとしていたらしい、肌脱ぎ姿であったが、胸を浴衣の袖で隠しながら、こっちを見た。彼女の顔は鋭く引き金んり、その目は怒りのため燃えるように見えた。見たよ、と小五郎が立ったままで言った、蜂夜で男と会っているところを、この目で見たよ。サダは、 黙って彼を睨んでいたなんとか言わないか、小五郎は言った。俺は知っていたんだ。ずっと前から、お前は、梅雨明けからこっち、泳ぎに行くと言って毎日出かけた。俺が来るといつも留守だ。それで俺は注意しだした。お前は泳ぎゃあしない。泳ぐふりをして、毎日、あの男と会っていたんだ。違うか。よくご存知だわ、と、サダが言った。その通りよ。その通りだって、彼は震えた。ええ、その通り、あなたの言った通りよ。 彼は青くなった。彼は、そういう返事を聞こうとは予想もしなかった。彼は青くなり、カッとのぼせやがった。お前は、と小五郎はどもった。お前は、正気でそう言うのか。そのお前をよしてください。私、まだ藤江蔵之助の妻ですから。父の妻だって。そして義理にもよ、あなたにとっては母のはずよ。この俺の母、その汚らわしい女がか。貞は、一瞬あっけに取られたように彼を見た。 小五郎も、あという顔をした。佐田の目は突き刺すように鋭かったが、その唇には、微笑が浮かんだ。ゾッとするほど冷たい、人をたじろがせる微笑であった。私がまだと言ったのは、まだ今はという意味を、佐田は言った。ご心配には及びません。すぐに、この家を出て行きますから、あなたは、もうすぐ、このけがらわしい女を母と呼ぶ必要はなくなりますわ。口が滑ったんだ。勘弁してくれ、小五郎はまたどもった。気が立っているものだから。 つい知らずあんない,いえ、そうじゃありません。けがらわしい女と言われたから出て行くんじゃありません。そうでなくとも、自分で何もかも話してお暇をいただくつもりだったんです。さだは、巧みに浴衣を引っかけて立ち、隣の南度へ行って、タンスの音をさせ始めた。小五郎は口を開けた。刀を持った右手をだらんと垂れ、何度の物音を聞きながら、口を開けて大きくあえいだ。まさか、そんなと彼はどもった。出て行くなんて、まさか、 本気で言うんじゃないだろうな、さだは答えなかった。そんなことはできないはずだと、彼は言った。何度で帯を広げる音がした。そんなことができるはずはない。小五郎は震えながら言った、父は、あんなにあなたを愛している。結婚して、3年この方、父は、何でもあなたの言うままになってきた。あなたにそう見えるだけよ。何でも言いなり放題だった。眉を落とさせない、歯を染めさせない、火星も見させない、城下の屋敷が嫌だと言えば。 すぐに、この控えいへえ移ってくると、あの年で、二里近い道を、毎日お城へ通っている小五郎はそう言った。しかも、父は、不平らしい顔もしないし、元気で若々しくさえなった。そう見えるだけよ、何度からラが言った。本当のことを知らないから、あなたにはそう見えるのよ。私だけじゃない、父を知っている者は、誰でもそう言っている。前の母に死まれてから、父は、すっかり追い込んでいたと小五郎は言った。 追い込んでいた時の父と今の父とでは、まるで人が違ったようだと誰でも言っている、それが嘘でないことはあなたにも分かるはずだ、そしてそれはみんなあなたのためなんだ、30も年の違うあなたがいてくれるからだ。何度で帯を締める音がした、キュッキュッという帯を締める音が、まるで彼女の返事の代わりのように聞こえた。こういう父を置いて出てはいけない、そんなことが人間にできるはずはない、それは自分が。 一番よく知っているはずだ私、出て行きます佐田が言った私このまま実家へ帰ります。彼女が脱いだものを片付ける音がし、タンスを閉める音がした。あの父を置いてか、あんなにあなたを愛している父を、と小五郎が言った、父がどんなになるか分かってもか。ダが何度から出てきた。父は、父が、父を、とダは言った、あなたは、お父様のことばかりおっしゃるけれど、本当に、お父様のためを思うなら。 私が出て行くのを喜んであげなななければならないはずよ。父のために喜べって。口では言えない、いろいろなことがあるわ。でも、お父様には、私が重荷ですと、貞は言った。私の言うなりになっているように見えるのも理由があるし、元気で若々しく見えるのにも理由があります。それを聞こう。その理由というのを聞かせてくれ。言えません、貞は、首を振った。夫婦の中のことは、他人には言えません。ただ、30以上も、年下の妻を持っていることが、 お父様の体にも心にも、どんなに重荷であり、どんなに大きな負担だかということを、3年間一緒に暮らしてきた私が、それを、一番よく知っている、ということだけ申し上げます。その言葉をそのまま信じるというのか。私がいなくなれば、お父様はほっとなさいます。そしてお前も、小五郎は、またカッとなった。お前自身も、あの男と一緒になって、ほっとしようというのか。さの目がキラッとし、その唇にまた、あの微笑が浮かんだ。 彼女は小五郎の目をまともに見つめながら言った。それがあなたの本音ね。なんだって。それがあなたの本音よ、とサだは言った。さっきから言っていることは、お父様のためじゃなく、みんなあなた自身のためよ。私をつけまわしたり、けがらわしい女だと決めつけたのはあなたの嫉妬だし、出て行かないでくれというのはあなたの未練よ。小五郎の持っている刀が小刻みにさやなりをした。なな。あなたは、気の弱い。 卑怯な人よとサだは言ったあなたは私を愛していた私を愛していたのにお父様が私を欲しいと言うとお父様に自分のことが言えないでわたくしのところへ来て父の妻になってくれなどと言っただってだって彼はひどくどもったそれならなぜお前は断らなかったお前は承知したじゃないかあなたは私をお責めになるのお前は断ることができたはずだ 16歳の娘の私に、と、さだは言った、百国足らずの作事奉行の娘で、ようやく16になったばかりの私に、全国の筆頭家老の申し込みを断れとおっしゃるんですか。しかし、今、今、お前は、あの男のところへ出て行こうとしているじゃないか、お前に、そんな勇気があるなら、そのお前というのをよしてください、さだはほとんど叫んだ、それから言った、今こうする勇気が出たのは、私が、16歳でなく19歳になったからです。 あの男の男ためにと言わないのか。あなたのためよ、あの方には関係はありません。俺の、と彼はどもった、俺のためだって。あなたは、ずっと私につきまとっていました。自分で、父の妻になってくれと頼みながら、私が藤井家に嫁いできてからも諦めることができない、一日中暇さえあればつきまとっている、お父様に気づかれてはいけないと思って、それで私こっちへ移ったんです。そんなことは、嘘だ、お前のデタらメだ。 お父様に気づかれてもいけないし、何か間違いでも起こったら取り返しがつかないと思ったからですと、佐田は言った、それでもだめ、あなたはやっぱり来る、この控えカフェまで、用もないのに3日とおかずいらっしゃる、もういや、もうたくさん、私、この家を出て行きます。藤江の亀や父の面目を潰してもか。あなたが、はじめに、3年前に、と、佐田は言った、お父様にではなく、自分の妻になれとおっしゃっていたら、決して、こんなことにはならなかったでしょう。 あなたには、それを言う勇気がなかった、そして、この場になっても、仮名や面目などで私を抑えようとなさる、あなたは、卑怯の上に狡猾だわ。言いたいことを言え、だが、この家からは決して出さないぞ。そこを通してください。出してやるものか、断じてだ。さだは、静かに前へ進んだ。小五郎は立ちふさがった。しかし、彼女がそれをよけて、次の座敷へ行くと、うろたえたように後を追った。 待ってくれ、小五郎は言った。せめて、せめて父上が帰ってからにしてくれ。佐田は廊下へ出た。待たないのか、本当に出て行くのか。佐田は、玄関の方へ行きながら、召使いの名を呼んだ。次女が、返事をして出てきた。すると小五郎が喚いた。己、ベルナ。次女は震え上がって、そのまま部屋へ引き込もうとした。佐田が振り返った。義兵衛守に行っておくれと、佐田は、 次女に言った、表へ乗り物を回すように、急ぐから、すぐにと言っておくれ。次女は小走りに走った。どうしても出るのだな、小五郎は逆上したように言った。もう一度念を押す、どうしてもここを出て行くつもりか。佐田は玄関へ出て行った。よし、できるならやってみろ。小五郎は追って行った。彼の全前墓前挟んであった扇子が落ちた。彼は玄関へ出て、刀を左の手に持ち替えた。できるならやってみろと。 彼は逆上した声で叫んだ。俺はこの家から生かしては出さない。俺は貴様を斬る。サダが振り向いて彼を見た。脅しだと思うと間違うぞ。俺には貴様を斬っていい理由があるんだ。小五郎は刀の絵に手をかけた。俺は不義の証拠を掴んでいる。不義者を成敗するのは武家の作法だ。さあ、出るなら出てみろ。玄関の向こうへ籠が下ろされた。履物を送れとサダが言った。六尺の一人が。 を取って入ってて入きサダは式台へ降りた。すると小五郎が刀を抜いたので、六尺はびっくりして外へ飛び出した。サだ、小五郎が叫んだ、切るぞ。サダはもう一度彼に振り向いた。どうぞとサダが言った。小五郎は刀を振り上げた。刀がギラッと光った。サダは草履を吐いた。小五郎は振り上げた刀の上、左手をくわえ、 大上段に構えて式台へ降りた。佐田は落ち着いて造りを履き、静かに玄関を出た。小五郎は棒立ちになっていた。彼の大上段に振り上げた刀が、ギラギラと光りながら細かく震えた。六尺が引き戸を開け、佐田は籠の中へ入った。六尺は彼女の造りを取り、それから棒に肩を入れた。小五郎は見ていた。籠は上がり、それから静かに門の方へ出て行った。 門を出て、ゆっくりと左に曲がり、そうして見えなくなった。小五郎の腕が力なく下がり、刀の切っ先が、式台の板へ触れそうになった。どうしようと、彼はつぶやいた。どうしよう。彼は、刀を拭いもかけずに、鞘へ収めた。その時道の方で、怒号が聞こえた。ちぎれるような叫びと怒号の声が。小五郎は、旅しのまま飛び出した。飛び出していって、門の外へ出ると、二十軒ばかり。 向こうに籠が見えた。その籠がほとんど放り出され、二人の六尺が道端へ飛びのくのが見えた。六尺たちは竹藪の中へ飛び込んだ。籠は道の上に斜めに置かれ、そこへ本場が突っかけてきた。たてがみを振り乱し、泡をかんだ馬が、狂ったように、ひめで大地をたたき、後ろに土ぼこりを引きながら殺到してきて、ひめを籠に突っかけた。小五郎は、ああと言った。馬は、全肢を籠に踏み込み、 カゴと一緒に転倒した。もうもうと舞い立つ土ぼこりがそれを包んだ。馬は鋭くいななき、二度ばかり石を跳ね上げ、そして起き上がるとともに、元来た方へシックしていった。六尺が道へ飛び出してき、二人でカゴを起こそうとした。そこへ小五郎が走っていった。カゴは潰れていて、起こそうとすると屋根が取れた。さだただ小五郎が叫んだ。彼は、壊れた引き戸を外そうとした。 避けられなかったのです、六尺の一人が言った。あんまりいきなりだったもので、どう避ける方もなかったのです。引き戸が外れた。貞の袋は座ったままねじれ、上半身がだかしになっていた。ねじれた袋の帯の上が血に浸り、その部分がみるみる広がるようであった。ただここ五郎はガタガタと震えた。聞こえるか、ただこ、私だ。迎えに来てくだすったの、あなたと貞は言った。迎えに、嬉しいわ。 彼女の目はうつろだった、空虚な、瞳孔の開いた目で、そこにいる誰かを求めでもするように、空を見た。あたし、何もかも、いいようにしてきましたわ、彼女は、しゃがれた声でささやいた、何もかも、さあ、参りましょう、あたしに、あなたの、そのお手を、貸してちょうだい。さだは手を伸ばした。まるで、誰かの手を求めでもするように、しかし、伸ばした手は途中で落ち、その頭は、ぐらっと左へ傾いた。 佐田の呼吸が絶えた八、縁には9月の乾いてびえる風が吹いていた半三郎はまな板岩の上で釣り糸を垂れていたおいと彼はまな板岩に行った今日もダメかえ頼みがいのないやつだお前頼みがいがないぞ半三郎は向こうを見た向こうの断崖の裂け目には未生の小松やカエデやハゼなどが枝を伸ばしススキが茂みを作っていた 川下から風が吹き上げてくると、それらが、次々に、互いに何かささやき合うかのように、次々に揺れていった。ススキは頬を抜き、ハゼの葉は、鮮やかに赤く染まっていた。あいつは、抜け作だ、ダンビラのやつは、彼は、またまな板岩に言った。あいつは、探しようがねえですがよ、旦那。などと海に上がった。おい、聞いているか、兄弟、ダンビラの抜け作は、さだなんて命名はいくらでもあるだ。すぐ、向こうの筆屋の娘もそうだし。 その娘の婆様もさだって言うだ。もしもなんなら、旦那が、おじんぐりに一人一人見て歩くが、いい、おらは、お顔もお姿も知らねえですがで、逆立ちしたって探し出せやしねえだよ。あいつは、抜け柵の上に人情のない野郎だ。そう思わないか兄弟。彼は、手でまな板眼を叩いた。蜂屋であって以来、ただ、子は姿を見せなかった。この土地に知人のない彼は、人に聞くこともできず、また、人に聞けることでもなかった。 城下町をどどれほど歩き回ったことだ、ろうただ子は淵へも来ず、その姿を見せもしなかった。そうして、もう、70日近い日が経っていた。あの日のお前はきれいだった半三郎は、水を眺めながら言った。本当にきれいだったよ。ただ子。彼の目が潤み、声が震えた。お前あの時、また明日、って言ったろう。また明日、あの淵でって言ったじゃないか。彼は、目をつむり、そうしてささやいた。どうして来ないんだ。 どこへ行っってしまったんだ、ただ子、お前、今どこにいるんだ半三郎の持っている竿が縛った。もっと大きくしない、水面で魚がはねた。彼は、そのしなさ竿を思ったまま、頭を垂れた、低く頭を垂れて、そして、口の中でささやいた。ただ子、水面で魚のはねる大きな水音がした。